シュラマル。ねえ、サオリさん、あなたまた新しい洋服買ったの？しかも高そうな服、まだ若いのに羨ましいわね。もしかしてグラデーションワンピースのことですか？そうそう、あれ雑誌で同じもの見たわよ。5万円もするんでしょ？ありえないわ。このデザイン結構人気だから同じようなのいろいろなところで出てますよ。私はシュマ村で2000円くらいで買いました。はぁ、サオリさんのその謎な貧乏ですアピール面倒だわ。本当はお金持ちなのに。恥ずかしいの？いやいや、お金持ちじゃないですもん。貧乏ってわけでもないと思いますけど、本当にごくごく普通の家系ですよ。そんなこと言って、前に10万円もするダウン着てたじゃない。あれは長く着れるアウターが欲しいと思って貯金で買ったんですよ。アウターはいいもの買って長く着る人多いでしょ？だからもう何年も着てる服ですよ。ありえないわ。私1万円のコートでも高いって思うもの。でもレナさん、毎年コート買ってません？8000円くらいのやつ2着くらい。それ考えたらレナさんの方がアウターにお金使ってるんじゃないですか？はあ、お金持ちってそうなのよね。いいものとか安いものをまとめて買ったりするから結果的に得するのよね。私みたいな貧乏人はそういうことができないから損しちゃうのよ。いやいや、レナさんも結構裕福じゃないですか。いつもたくさんお買い物してますよね。私はセールじゃないと買えないもの。沙織さんが本当に羨ましいわ。私が沙織さんくらいの年齢の頃は夫婦揃って貧乏で大変だったんだから。沙織さん専業主婦だし、いい身分よね。そこは夫に感謝しています。ただ、私も完全に専業主婦ってわけじゃないですよ。え？前に言ったの忘れちゃいました？私、テープ起こしとかアンケートとか、いろいろなちょっとした在宅ワークみたいなのやってるんですよ。月4万円くらい収入があるので、実際には兼業主婦なんです。あなた、専業主婦をやらせてくれる夫がいるのに、さらに収入があるの？お小遣いをもらっていましたけど、やっぱり自分で稼いだお金をお小遣いにしたかったんです。レナさんだってパートしてるでしょ？うちは貧乏だからしてるのよ。今度のママ友旅行だってカツカツで出したんだから。そう言われても、隣の芝生は青く見えるだけですよ、きっと。お金持ちは余裕があるわ。はぁ。私の名前は沙織、26歳の主婦です。私は長く使うものはいいものを購入して、流行のものなんかは100円ショップや激安のお店を購入するタイプ。いわゆる高見えするアイテムが好きなので、結構お買い物上手だと思っています。そのせいなのか、私をお金持ちだと思い込んでいるのが、ママ友のレナさん。年は一回りくらい違うのですが、近所ということもあり、仲良くなりました。レナさんはちょっと失礼かもしれませんが、安物買いの銭失いな人。安物をたくさん買ってはすぐボロボロにしてしまったり、合わないと捨ててしまうようなタイプなんです。それは個人のライフスタイルなので、別にいいのですが、私を勝手にお金持ち認定して、卑屈になるのはすごく厄介だなと思っていました。そして、ママ友みんなで金沢旅行に行った日、このレナさんからとんでもないことをされてしまったんです。複数の車に乗り合って、私はレナさんの車に乗せてもらったのですが、サービスエリアでお手洗いに行った後、その車が見当たらないんです。ちょっとレナさん、車の場所変えた？ねえ、レナさんってば。ねえ、どこにいるの？駐車場中探したんだけど見当たらないんだけど。はーい、金沢のホテルに到着だよ。どういうことなの？だってあんた生意気だから。は？私よりも若いのに金持ちでいい暮らししてるなんて許せない。それはレナさんの勘違いだって何度も説明しましたよね。そもそもそんなのただの妬みじゃないですか。うるさいうるさい。あんたはそのまま高速道路で立ち往生してないよ。金沢旅行を楽しんでくるからね。あなたの実母に迎えに来てもらいましたよ。は？今ホテルに向かってます。あとレナさん抜きのグループラインでこのこともみんなに報告してるので、みんな激怒してますよ。え？実母？みんな？ちょっと待ってよ。何？みんな怒り出したんだけど。私から連絡行くまで黙っててってお願いしてましたからね。高速道路に置き去りにするなんてありえないでしょ。私抜きのグループラインって何よ。真帆ちゃんママがすぐに作ってくれたんです。私真帆ちゃんママに一番に連絡したからね。もうわけがわかんない。真帆ちゃんママはレナさんのお母さんとパート先が一緒でしょ。それで連絡してくれたんです。
お母さん今隣で運転してくれていますからね。待ってよ、冗談じゃない。冗談で一人高速道路に置いていくんですか？冗談だって言えば何でも済むと思わないでくださいね。お願い、待って、待ってってば。今向かってますから、ゆっくりお話ししましょうね。いやー、焦ったー。いきなり高速道路に置いていかれたらそりゃ焦りますよね。ということで、旅行の幹事をしているメンバーに報告、すぐに迎えに来てもらうという話になったのですが、レナさんのお母さんと知り合いということもあり、そちらに連絡したんです。そしたら丁寧な謝罪とともに、お母さんが迎えに来てくださることに。ホテルに到着すると、レナさんはロビーでみんなから責められていました。そして到着したお母さんから激怒され、さらに説教されることに。私たちはそのまま金沢旅行を楽しみましたが、レナさんだけはお母さんと一緒にそのまま自宅へ。どうやら、さらにお父さんやお姉さん、弟も参加して家族全員にみっちりお説教されたみたいです。助けて。あ、レナさん。レナさんのお母さんからなんか寺に行くって聞いたんですけど。今回のことでうちの母親にいろいろ調べられたのよ。限度額ギリギリのクレジットカードとか消費者金融の借金とか。あんたなんで知ってるのよ。だって一緒に出かけた時にクレジットカードが使えないこと何回かありましたよね。普段はそんなにあることじゃないし、それに消費者金融の自動契約コーナーに入っていくところも見ちゃったので。あんた、それを知って私を見下してたのね。どうしてそういう考え方になるんですか？むしろ逆ですよ。はあ？そういうことを知っていても誰にも言わなかったんです。見て見ぬふりをする優しさもあると思いますけど。何よ、あんたばっかりずるいのよ。うちだって金持ちだったらもっといい生活してたのに。あの、うちの年収レナさんのご家庭よりも低いですよ。はあ？いや、そりゃそうでしょうよ。レナさんのところはご主人が部長さんだし、うちの夫は主任だし、どっちの会社も平均年収は同じくらいでしょ。でも違うのは私たちのお金の使い方だけですよ。そりゃレナさんみたいに何でもかんでも買いまくってたら生活は苦しくなるんじゃ。何よ、生意気よ。分かってます？ご自分がしたのって全く意味がなかったってこと。うわー、びっくりした。お猿さんかと思った。生意気よ。ま、レナさんには何を言っても無駄ですね。お寺でその根性を叩き直してもらってくださいね。悔しい。その後のレナさんですが、散財や借金が親御さんにバレたことで周りが激怒、そして厳しいことで有名な寺送りにされてしまいました。お母さんが言うには、どうやら何度も逃げようとしていたみたいです。しかし、そんな厳しいお寺から逃げられるはずもなく、今は諦めてお寺で生活しているみたいです。でっぷりと横に大きかった体型も今ではかなり細くなったのだとか。もちろんお金を使うこともできない生活なので、ご主人は貯金ができると大喜び。レナさん自身も少しずつ改心しているようなので、いずれ戻ってきた時は笑顔で迎えてあげたいなと思います。ちなみに私ですが、今回のことをきっかけにレナさんのお母さんと仲良くなりました。今週末も一緒に島村のセールに行きますよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。